I always felt like I'm not from this generation. I just live in it. Because the way my mindset differs from the majority, you would think I come from a different dimension. That's why I keep things to myself. Because a lot of people just won't understand me. Keanu Reeves。キアヌ・リーブズはこう書いています。私はいつも今私が住んでいるこの世界からやってきたのではないような気がします。なぜなら私の心は大多数の人たちとは異なっているからです。だから私は物事を私の中に留めておこうと考えているのです。なぜならたくさんの人は私を理解することはないだろうからですと。たくさんの画家たちが異次元へのドアウェイを自分の絵の中に描き込んできました。パブロ・ピカソはゲルニカの中に、アントニオ・キャンピはキリストという絵の中に、そしてミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画の中に描いてきました。大変興味深いことは、これらの画家たちはイエス・キリストがいるこの世界とは別の異次元の世界をその向こうに描いていたということです。パブロ・ピカソのゲルニカの中の松明を持った神に注意してください。そしてミケランジェロのやはり絵の中には光線を放つ神が描かれています。アントニオ・キャンピの絵の中に描かれている神もイエス・キリストとは別の神ということになります。題して異次元に続く3つのドアです。第1話ピカソのゲルニカです。Correction of my mistake. 間違いの訂正です。この神を動画の中でイエス・キリストと発言していますけれども、イエス・キリストではありません。松明を持っていますから、延期、つまりプロメテウス、もしくは息子のマルドックと判断するのが正しいと今は考えています。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion,Guernica was exhibited at the Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして書かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年に
パリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかし、それは今日のポイントではありません。ルカ・シヌレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカ・シヌレリの描いた絵の中に、このような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか、実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林浩司は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくも、ここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セントジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームと、そしてシヌレリの描いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみると、これらの人物が同一人物であることがわかります。このような形でルカ・シヌレリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまり、これが1500年後のイエスの実像ということになります。が、それも今日のポイントではありません。セント・ジェローム、4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖、ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか、
追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。 by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えない、しかし人間とも言えない、つまりデミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシノレリの書いたセント・ジェローム、そして右がダ・ヴィンチが書いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私林博士は判断しています。で、顔を比較してみると、ヒゲのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることが分かります。そして右のダ・ヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームは、ダ・ヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレリが描いたセント・ジェロームとダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかしこのラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない腱が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダ・ヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で瞳であることに注意してください。つまりこのような形でダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、ここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください。まあ、この顔と、そして、まあ、右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で、結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となると、このゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて、向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が
画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。 やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、まあ、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。 by 佐藤森本です。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお こうした事実を発見したのは私林博です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人右下に、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。バイ・林博発見です。でこのような形で、ピカソはセント・ジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博士ということになりますが、もう一度このトーチを持ったイエス・キリストについて考えてみたいと思います。先ほども言いましたように、なぜこの一番の人物がイエス・キリストかというと、その根拠はサント・アポリナーレ・ヌーボーの壁画ということになりますが、その壁画に描かれている人物がイエス・キリストではないということになったら、話が大きく違ってきます。というのも、サント・アポリナーレ・ヌーボーのモザイク画、つまり壁画は随所で大きく改変、改ざんされているからです。ここに描かれているイエス・キリストにしても、イエス・キリストではなくて、ゾロアスター教の教祖、ゾロアスターの可能性が極めて高いからです。手にゾロアスター教のシンボルであるトーチを持っていることからもそれがわかります。改ざん改変されている証拠はこの後に皆さんにお見せいたします。サント・アポリナーレ・ヌーボーのモザイク画は明らかに改変されています。これが3人の間際ということになっています。キリスト教会側の方ではですね、イエス・キリストが誕生したときに3人の間に、つまり3博士がやってきてキリストの誕生を祝ったというのです。しかしこの3人の間にと言われている人物たちはフリジア帽をかぶっています。フリジアというのはトルコ中部の古名です。そして身にまとっているのがトゥーキッシュケープです。トルコのマントを身にまとっています。考えてみればですね、まあ、キリスト教はローマ国教となると同時にですね、あるいはその前からキリスト、まあ、ミトラ教を徹底的に弾圧します。そのミトラ教はトルコ中部で生まれています。そしてここにヤシの木が描かれていますけども、このヤシの木もおかしいんですよね。よく見てください。まあ、実際のヤシの木とは違うということです。葉っぱを落としてみるとそれはまさしくトーチの形になっています。まあ、絵の部分がですね、螺旋形に模様がついている点に注意してください。つまりここに描かれていたのはもともとはトーチではないかということです。それに葉っぱをつけてヤシの木らしく見せかけているということになります。
まあ、このようにあちこちで改変がなされているということになります。先頭がストダナゴータマ、2番目がカンビュセス2世、そして3番目がダリフス1世ということになります。そしてこの三博士の名前はですね、国によってみな違います。みな違うということは定説はない、イコール名前はないということになります。で、サント・アポリナーレ・ヌーボー大聖堂の、まあ、この、3人の、賢者マギについての説明ですけどもね、つまりこのサント・アポリナーレ・ヌーボーはですね、今は現在はカトリック系の、まあ、教会ということになっていますけども、実際にはそうではないということですね。つまり3人のマギがやってきて祝福したのはミトラということになります。ミトラは母アナヒーターの処女解体のもと、まあ、ミトラ教でいうと言いますか、ゾラスター教でいう冬至祭の日12月25日に馬屋で、まあ、アナヒーターの処女解体によって生まれます。そこへ3人のマギというふうに言われてますけども、まあ、贈り物が3つあったから3人のマギということになってますけども、マギは1人ですね、固有名詞ですから、つまり、まあ、マギがやってきてそして贈り物を届けたという、まあ、個人に習って三人のマギ、三博士という言葉が生まれたと私林博士は考えています。ともかくもここに描かれている人物はフリジア帽をかぶっている、すなわちキリスト教のでいうキリストの誕生を祝ってやってきたマギではなくて、まあ、ミトラの誕生を祝ってアナヒータのもとにやってきたマギということになります。まあ、こうした改変がなされているということです。しかもですね、あのミトラが誕生したのは紀元前、500年前後ですからね、キリストが誕生したのはそれからさらに500年後ということになりますから、時系列的にも合わないということになるわけです。で、トーチを持ったキリストの話をしてみたいと思います。これがイエス・キリストということになっています。で、このイエス・キリストがですね、向かって右側左手にトーチを持っています。まあ、色が消してあるんですよね。まあ、見方によってはこれはまた別の宝具のようにも見えますけども、私はこのここにですね、トーチすなわち炎が書いてあること自体、まあ、キリスト教にとっては誠にもってまずいからこのような色にしたと考えています。その証拠にこのイエス・キリストはサバジオスの手をしています。サバジオス、つまりトルコ・トラニシアンの古代の神です。まあ、フリジアですよね、フリジア、もしくはトリニシアンですね、トラシアンですね、ごめんなさい、の神ということになります。もともとはこのような、まあ、光が描いてあったんじゃないかと思います。それを、まあ、まずいよということで、黒く塗りつぶしたと。この光は右の方はですね、ミトラ教の神事の様子を表した、まあ、カンタコンベ、まあ、すなわち地下洞窟における神事の様子です。そこにはやはり同じようなものが描かれています。つまり統治イコールゾラスター教、廃科教のシンボルということになるわけです。ですからもともとはこういうふうに明るい色で描かれていたものをですね、黒く塗りつぶして、まあ、統治らしく らしからぬものにしたということになるわけです。つまりここに描かれているのはイエスではないということになります。となると先ほどの、まあ、いわゆるね、パブロ・ピカソの書いたゲルニカの中の人物は、これはイエス・キリストではなくてゾラスター、つまりザラスストラ、つまりストダナ・ゴータマということになります。で、絵を比較してみますとですね、左がサンタ・アプリナーレ・ヌーボーのイエス・キリスト、右がゾラスター教のゾラスターです。全く同じなんですね。つまりこのような形で、まあ、左の人物をですね、イエス・キリストに仕立ててしまったということで、ゲルニカの中に描かれている人物はイエス・キリストではなくてゾラスターであるということになります。となるとやはりイエス・キリストはですね、その絵の中に描かれているイエス・キリストは2人ということになります。以上、訂正します。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and
fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion, Guernica was exhibited at the Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には、私林浩が発見し、林浩しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林、ハママシティ、ジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには、人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお、闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が、本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では、林浩方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは、中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのが分かります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えば、プロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。
ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7たす7、つまり7、7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけれども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角、そしてその上の膨らんだ部分、そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくと分かります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下の
ピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林博史です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない、これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュター、そしてヘブライ名をマリアと言います。女王はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私、林博史は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。
一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で、結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われています。が、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって書き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林博氏はノーコメントです。 Bye for now.